これはわらび餅瞑想です。僕はまず目の前のわらび餅に意識を集中させます。そして次に呼吸を深くしてきな粉の匂いをしっかりと吸い込みます。脳の中にきな粉の匂いが広がってきます。口に入れた時の期待感も広がってきます。味覚のセンサーもどんどんと感度が良くなっていきますよ。深い呼吸、匂いを嗅ぐ。そしていよいよ口に入れます。いただきます。背筋を伸ばして目を閉じて口の中の味覚に全神経を集中させます。日常の煩わしいこともわらび餅の甘みが溶かしていってくれます。集中から瞑想へ。僕がわらび餅なのか、わらび餅が僕なのか、一体となります。一枚となります。今わらび餅は僕と融合して合体して一つになります。ごちそうさまでした。バンディ石田でした。わらび餅瞑想。